ボカロのツイートがバズったので、こすろあんななの、すっごいことなの。今何、今5万いいね。5万いいね、意味わからん。普通にバズってるんですよ。恥ずかしかったな、その、そんなに恥ずかしいことか。まあ、恥ずかしいというか、そんなやつおるんやみたいな。そう、だからその当時みんな新鮮に思ったことを同じ反応してるやつ見つけて、なんか、おお、まだおるって。あ、うん、もうだってもう10年前とかに終わってんじゃん、これ。10年前か、10年。シリが何か答えた、あみたいなこと。うわ、すげえすげえすげえ答えてくれた、すげえすげえすげえみたいな、なんか「ヘイシリ」って言ったら起動したみたいな。信じられへんのかな。じゃあまあでも結構、まあ逆にもう知らん人も多いから、まあ衝撃の事実として広がった分もあると。それもある。そっちもあるんちゃう、分からんけど。ということなんで、今回はどうやってこするの。前はだって初心者編みたいな感じだったもん。だからもう吾妻くんが、まあ、同じ世代、ボカロ世代なんで、うん、あの問題作ってくれました。前回タイトルだったんで、はいはい、同じ感じでタイトルの一部、曲名の一部をちょっと穴埋めにしたので、それをちょっと当てていただきたいなというような、はい、あ、曲名を当てるだけですか。そうです。で当てずっぽでやんな、曲名の。まあ、中村はね、俺は多分知ってるから、まあ、知ってるやつに関しては俺も答えないんで考えてください、うん、でもなんとなく、まあ、確かに掴みましたもん、ね、傾向は掴んだやろ。忘れたけどね、その傾向、傾向ってか傾向は何でもある、うん、そうやね、けど、うん、何でもあるの中にこれはないはあるから。うん、なるほど。当てたすごいよな。当てたすごいよ、それ。じゃあお願いします。じゃあ第一問、前回ちょっとバズった、はい、ハチさんが作った曲で、うん、なんとかの惑星、なんとかの惑星、サル、あ、まあこれは多分俺は分かる、分かります。いいよ言って。じゃあえ？え？そういうことじゃないよ。で勝負じゃないよね。うん、なんとかの惑星、なんとかの惑星、一文字ですよね。そう、猿の惑星みたいなことですみたいなことやねんけど、はいはい、俺が考えてるのが合ってれば、はい、人の惑星、その逆にみたいなやつな、うん、傾向だけ覚えてるから、うん、でもなんかそういうことじゃない。あ、そういうことじゃないやし、あるでしょうね、そういう惑星は。あ、え、多分、わかんないけど、そういう惑星がある。そういう惑星は、はいはい、虫、違います。虫の惑星、え、普通っちゃ普通かも、なんか人の惑星違うって言ってんね。違うって言ってんね。普通っちゃ普通、なんか普通っちゃ普通な感じするかも。なんかこの地球やからちょっと変かなって思うだけで、はいはいはい、そっちの方が何やったら惑星として多い気が、はい、星の惑星。同じこと。やめてもらうと、バズちゃう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 、もうやめて。ちゃう、あれバズんの嫌やね。手応えなくバズんの怖いね。知らんとこでバズって。いいよ、ちょっと言って言って。砂の惑星。ああ、これものすごい流行ってるというか、もう橋さんの中でもかなり最近の代表曲みたいな、うん、そうや、最近やね。あ、もう正体を明かした後に作ってるよね、確か。そうです、星の惑星とか。じゃあ、まあ、なんか、まあ、ずっとやってて当てれた感じです、うん、ありかなしかで言うとガンダム。はい、じゃあ第2問、はい、掴んできますよ。ちょっとボカロっぽい感じで、分からへんですか。ロミオと、あ、知ってる、これはね、知ってる、有名すぎ、もうだいぶ有名。ロミオとジュリエットの、うん、もじってんのかな。もじってるというか、いやな、置き換えてるというかやな。教えた。何ですか、毎回ちゃんと続きで言ってテロップにしないとバズらないんで。いやいや、バズらないように、ちっちゃい声で言って。
じゃあと続けてロミオとロミオとロシアのジュリエットっていう音からは離れた方がいいかも。あ音、あほんまに音も違うんや、うん、ロミオとでもそのやりたいことは分かる。あじゃあロミオとジュリエットを聞かれてことな、うん、好きな人なんかその概念じゃない概念じゃないというかその あるものもありもんありもんそれはそれ単体で存在してるもんですは？どんどん難しくなった。めっちゃむずいからロミオとジュリエット結構ボカロっぽいというか分かんないんだそれはボカロっぽいキューピットあなんかその別の要はロミオとキューピットめっちゃいいやんけ要は別のヒロインに置き換わってるんですよえロミオと何シンデレラ正解ですおー当てた当てたこれ当てんねや首回してるよしバズらんぞよかった正解書いてるだけやもんつまんないよありかなしかで言うとガンダムじゃあ次ちょっと難しめではいチュルリラチュルリラはなんとかなんとかそれ曲名ですかそうです知らんやつやチュルリラチュルリラフワルンルンじゃあそしたら本当にそんなそういうことやねそういうことですチュルリラチュルリラと音一緒全然違う違う音だけもくれへんチルリラチルリラこれでもだいぶヒントになっちゃうああそれはやめようかもしれないですえあじゃあチルリラチルリラどんどんフルコンボタドンチルリラチルリラチューリップあでもそういうことじゃんチルリラチルリラ文字が入るんですかね音っすか音っすねもうテンションで言ってる感じですチルリラチュルリラルンルンルン見てチュルリラチュルリラチュルリチュルリラチュルリラチュルリララチュルリラチュルリラドンパラリでも惜しいですむずチュルリラチュルリラパラリラでも、ね、音としては、はい、チュルリラチュルリラなんですけど、うんはい、チュルリラチュルリラドンパッパでもないですチュルリラチュルリラチュッチュッチュあ、違うそれやったら問題せえへんやん分かれへんやんけ、うん、チュルリラチュルリラトントントンチュルリラチュルリラうんたったチュルリラチュルリラドンドンドンチュルリラチュルリラガンガンゴンやれること全部やってるやん考えよちゃんとお花のイメージかなチュルリラヒラヒラヒラチュルリラチュルリラ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 チュルリラチュルリラパッパッパチュルリラチュルリラストーンストーンストーンでゴンゴゴゴランランランルンルンルンリンリンリンレンレンレンロンロンロンえ今回はチルリラチルリラダッダッダッうわぁいけたダーヤダーヤはほんまに忘れてたダーしかないわパッパッパとかも言ってたもんなダーヤしゅんちゃんまだまだ物足りないちょっと他あります？背景何だよいやそれはもう15の君へよ書いている僕へいいねいいやろ今のめっちゃボカロやろ知らんけど背景私とかね、うん、そっち系、はい、背景敬具背景背景敬語を書くまでハッスなんか言わなんでハズい思いせなあかんの背景敬語書くまでどんな
感じ。後半はその文章とか。文章ではないです。ああ。単語。単語で。何々とか。ではなく。背景。背景何々。背景嘘つき。違う。背景手紙。違う。ボカロっぽいですか。ボカロっぽい。何々。背景世界。違います。今一番似合わせ近いのどれ。意味合い的には私とかが一番近い。なるほど。あまあまあまあ。背景未来。違います。あじゃあ結構まあ普通の意味になってくるな。背景過去。ではない。背景いいなすけ。違います。背景マイケル。違います。ああでもなんか背景マイケルいいな。うん。コンビ名としてのなんか背景マイケル。うん、背景中卒。カタカナ。カタカナ。カタカナ。ヒントとしては、はい、実在しないものです。オメガ。背景ソウル。違います。実在しないやん。背景マリア。違います。ハート。マイハート背景マイハート過去未来今どれ今今だ今でヒットさすっちゃさす実在しない何の謎のせい最初の文字、うん、今日普通は漢字で書きますいや普通のカタカナ耳馴染みありますあります絶対に知っている言葉ではドラゴンとかしか出てこない確かにドラでもうんついてるよ全然しびとるじゃないあーでそうか分からん何文字8文字3文字ぐらいで探してるよて背景ドメスティックドうん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 ドーパミンだいぶじゃあでかいヒントで、はい、一番最初の歌詞、はい、読めるどうもこんにちは君の分身ですドッペルゲンガー正解ですドッペルゲンガーやドッペルゲンガーね背景ドッペルゲンガー背景ドッペルゲンガー確かにうわぁ人を指す実在じゃほんま謎謎やな謎謎やな、うん、あと1個ぐらいちょっと行きたいですねじゃあラストあこれ早押しでなんとか読んだら君が来たなんとか呼んだら君が来たあ、なんとかのとこそうですなんとか呼んだまるまる呼んだら君が来たあ、これなんか知ってんぞそいつより早く答えたいなんとか呼んだら何やったっけ本わかったかも言っていいよ言っていいいいよデリヘル正解ですめっちゃエロい話やんデリヘル呼んだら君が来たそういうのやらへんのじゃんボカロなんかそう揶揄すんのじゃないしゅんちゃんまだまだ物足りないでも今のデリヘルとか言って俺言えたな言えたなデリ普通に思いつきそうなでもそのボケやったとしたら冷めるやろ確かにだから絶対当てられへんかったのは最後の問題やわ皆さんは何問分かったかなパーソナルジムなのに複数人まだ考えてるよパーソナルジムなのに複数人どんな曲もあるんですよ多分じゃあね月額高くて入ってみる